1番岩手佐藤智和、2番奈良中井大輔、3番群馬金子慎也、4番茨城堀内昇、5番千葉立川和成、6番福岡柏山恭平、7番秋田内藤信彦、8番地元神奈川小島歩、9番徳島湊誠二、以上のメンバーによる対戦です。佐藤智和、中井大輔、堀内昇、この3人にラインができるようです。一番車タイトルホルダー佐藤智和、その隣が2番車中井大輔。中井は智弁学園野球部出身です。母校が選抜で全国優勝した日に S 級初優勝を飾っています。そして4番堀内昇、昨日はまくりました。体制完了です。濃厚になりました。第9レース S 級準決勝スタートです。1番佐藤智和と2番中井大輔、この2人が並びながら1コーナー、ここは2番中井が前に行くようですか。うちに1番の佐藤智和もまだいますが、第2コーナー3番手に5番車は立川和成、外から上がる9番湊誠二、3番は金子慎也、6番柏山恭平、4番堀内昇、7番内藤信彦、最後尾8番小島歩です。先頭は2番の中井大輔、誘導に追いついて第4コーナー、予選競争はジャンからの再選考を逃げ切りました。中井大輔近況充実しています。今日のマークは9番徳島湊誠二です。2番9番、その後ろが6番福岡柏山恭平、2番9番6番、ここは西日本遠征ライン。中段4番手に1番岩手佐藤智和、昨日はまくり寄ったんですが昨日はファツでした。昨日も連携した7番秋田内藤信彦がマーク、1番7番です。この東北勢には5番の千葉立川和成がつけています。中段は1番7番5番、4番茨城堀内昇は7番手、予選はまくりで勝っています。昨日もワンツーを決めた3番群馬金子慎也がマーク、4番3番関東勢に8番地元の小島歩です。4番3番8番です。3周回目に入っています。先頭は2番の中井大輔、9番徳島湊誠二がマーク、昨日は同県徳島畠佐敏マークでした。湊誠二2番9番6番福岡柏山恭平、このラインの3番手、1番佐藤智和は中段4番手です。平塚得意な7番の内藤信彦、佐藤智和今日もマークしていきます。5番の立川和成が続いて、4番堀内昇7番手、今4コーナー終わってホームストレッチで関東勢が動きました。今打賞周回です。堀内昇、金子慎也に3番地元小島歩、2番車中井大輔すぐに引いて4番手、外で1番車佐藤智和蓋をして4番手、インコース2番中井大輔並走、今ジャンが鳴って残り 600m、 1番車佐藤智和、4番手外並走、内から上がっていく2番の中井大輔、2番手のインコースまで上がっていきますがその前は行きません。 400m 切る。4番車堀内昇が先行、2番手で粘る2番車中井大輔、外に3番金子慎也、第2コーナー内に詰まった2番中井大輔、1番の佐藤智和がここからまくっていく、佐藤智和のまくり、今200を切っての3コーナーですがここは9番の湊誠二が仕掛ける。湊誠二が自ら行った、第4コーナーだった、内から伸びる2番の中井大輔、外から9番の湊誠二だ、湊誠二が伸びて追走、1番の佐藤智和が9番1番第9レース S 級準決勝。中井大輔が内に詰まって自ら仕掛けていきました。9番湊誠二、そして1番佐藤智和が2着入線です。まだ確定ではございません。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。それではリプレイをご覧ください。内から伸びていく2番の中井大輔、外から攻める9番湊誠二、そして続いた1番佐藤智和、リプレイゴール線上をご覧ください。9番1番そして7番内藤信彦、
1番三重伊藤祐樹、2番埼玉森田優也、3番福岡大坪浩一、4番石川坂上忠勝、5番東京朝倉義弘、6番地元ホームバンク上野慎吾、7番徳島阿竹聡、8番東京内田英介、9番熊本郷志正臣、以上のメンバーによる対戦です。伊藤祐樹、森田優也、そして阿竹聡にラインができるようです。注目レーサー森田優也登場、2番車、将来性はピカイチの新鋭レーサーです。対抗する1番車伊藤祐樹は森田とは初対戦、竹里氏がどう出ますか。先方は多彩です。体制完了、こうなりました。第10レース S 級準決勝スタートです。8番内田英介が勢いよく飛び出していきました。これで関東勢が前攻めとなります。2番手から1番伊藤祐樹、7番は阿竹里氏、3番大坪浩一、2番車森田優也が現在5番手あたりから上がっていく体勢、続いて5番車朝倉義弘、4番坂上忠勝、9番郷志正臣、最後尾6番地元の上野慎吾です。関東勢が前段、埼玉東京ラインの先頭は2番車森田優也が入っていきます。長い距離も全く苦にしない若手抜群の先行型です。クレニヤンググランプリを控えている臨海のブレイク候補、そしてマークは5番車東京朝倉義弘、これ以上ない目標を得ました5番車朝倉義弘。森田とは前場所慶応学の準決勝でワンツーを決めています。8番内田英介、埼玉東京勢3番手、2番5番8番、中段4番手は1番車三重の伊藤祐樹です。森田優也相手にどう出ますか。後ろは4番車石川の坂上忠勝、1番4番中部コンビ、6番の上野慎吾は短期の競争、昨日はうまく立ち回ったレースでした上野慎吾。7番手は7番車徳島阿竹聡です。オールラウンダー、広範囲なプレイエリアを持っています7番車阿竹聡、先方は多彩です。マークは3番車福岡の大坪浩一、初日もこの阿竹ラインの3番手を回りましたが、今日は阿竹の番手3番大坪浩一、その後ろが熊本郷志正臣です。7番3番9番西勢です。3周回目の第2コーナーで早くも7番の阿竹聡が動きました。阿竹聡が上がっていきます。ここはまずは2番の森田優也を抑えに行きました。3周回目の2センター、新鋭森田優也を抑えた7番車阿竹聡、誘導に吉田並走、4コーナー回りました。ホームストレッチ赤番を通過していきます。森田優也引きません。前を抑える7番車阿竹聡ですが、内から突っ張る2番の森田優也、森田優也が突っ張る7番の阿竹聡、抑えきれません、突っ張られました。外抜いた7番阿竹聡、一旦交代して4番手に再び収まりました。ジャンが鳴っています。1番の伊藤祐樹が現在7番手です。第4コーナー回りました。2番の森田優也一旦流しました。 400m 切る手前から腰を上げた2番の森田優也、後ろは5番の朝倉義郎、3番手8番の内田英介、そして6番の上野慎吾が4番手で上がって、外から仕掛ける7番の阿竹聡が2コーナーまくり放っていく。最終バック今200を切っていくところ、7番の阿竹聡が2番手に上がったが、これは止まった。2番車の森田優也かかっていく。第4コーナー丸、後ろは5番の朝倉義弘、その後ろ8番車の内田英介、2番森田優也がそのまま逃げ切りました。今日もタフな逃げを打ちました森田優也、スタミナ十分、先行逃げ切り。朝倉義弘が2着入線、埼玉東京勢上位独占です。リプレイをご覧ください。阿竹聡もまくりを放ったんですがいっぱいでした。森田優也素足もしっかりした逃げでした。リプレイゴール線上をご覧ください。2番5番8番です。スーパースローです。1番千葉中村博、2番愛知吉田俊博、
3番北海道河津勇樹、4番三重上田邦弘、5番茨城鈴木健太郎、6番熊本本郷雄三、7番地元ホームバンク武田健介、8番熊本森山智則、9番石川北野武史。以上のメンバーによる対戦です。準決勝最終組となりました。本命に押されたのは2番車吉田敏弘です。吉田と中村宏、この2人は昨日連携してワンツーを決めましたが、今日は別戦です。中村宏は今日は鈴木健太郎マークの競争です。鈴木健太郎状態を起こしました。昨日は見せ場がありませんでしたから、今日はしっかりと持ち味を出し切りたいところです。号砲になりました。第11レース S 級準決勝スタートです。まず飛び出したのは6番の本郷雄三です。続いて1番中村宏、外に2番吉田敏弘、8番は森山智則、3番河津勇樹、4番上田邦弘、5番が鈴木健太郎、9番北野武史、最後尾7番武田健介です。前を取ったのは6番車熊本本郷雄三です。ここは8番車森山智則の上昇を待ちます。1番中村宏は現在2番手から、クロート好みの仕事人、1番中村宏、今日は鈴木健太郎マークの競争となるようです。8番車熊本森山智則上がっていきました。昨日はまくりで勝っています。8番6番は熊本コンビです。5番鈴木健太郎が上がってまいりました。ここは1番中村宏の前に入ります。昨日は後手を踏んでしまっただけに、今日はしっかりとやりたい5番車鈴木健太郎マークは1番車中村宏、その後ろが7番車地元武田健介。予選は森田優也マークの2着でした。今日はライン3番手5番1番7番、2番吉田敏弘後ろ攻め6番手です。初日の特選競争は果敢に先行しています。後ろは9番石川北野武史、続いて4番三重上田邦弘中部トリオ、2番9番4番です。最後尾に3番北海道河津行きは短期の競争、周回は3周回目に入って1コーナーです。マイケ体制は熊本勢先頭8番森山智則、2番手6番本郷雄三、8番6番、5番鈴木健太郎は3番手、1番中村宏がマークしています。7番武田健介が続きました。動いたのは2番の吉田敏弘、中部ラインが動きまして3周回目の2センターから今第4コーナー、吉田敏弘が上がっていきます。熊本勢の横まで上がりました吉田敏弘。8番森山智則どうしますか。打掌周回に入って今度は熊本勢引きました。5番の鈴木健太郎が5番手のアウトコースに上がって、熊本勢は内から下がって2コーナーからバックストレッチ、ここで5番の鈴木健太郎が行きました。ジャンで先行体制、鈴木健太郎マーク1番中村宏、3番手7番の武田健介、2番のここは吉田敏郎4番手です。第4コーナー回りました。鈴木健太郎今日は先行策に出ました。腰を上げています。今 400m を切りました。ぐんぐんと加速していく5番鈴木健太郎、番手は1番中村宏、3番手7番武田健介です。第2コーナーで2番の吉田敏弘のまぐり、最終バック今 200m を切る、1番の中村宏が待ち構えている、2番の吉田敏弘を牽制する1番中村宏、2番の吉田敏弘のスピードを止めています。先頭は5番の鈴木健太郎だ、1番の中村宏が追い込んでゴールです。そして2番の吉田敏弘、7番武田健介、11レース S 級準決勝チャンスを確実にものにしました。1番中村宏、吉田敏弘をまくり上げての2着入線、実力者同士でのワンツー模様、リプレイをご覧ください。中村の牽制をこらえて2番吉田敏郎も迫っていきますが、抜け出したのは1番中村宏、リプレイゴール線上をご覧ください。